変えるなんて君たちはすごいね。感心するよ。あんたももっと頑張りなさいよ。確かにね。何？うん。そうだね。そういえば、それにね。もしかして、うん、よっしゃ。さすがは東亜シティだ。最新のセキュリティシステムを使ってるね。これはちょっと手強いな。でもできるんですよね。そうだね。できる限り頑張ってみるよ。頼りない返答ね。頼りないか。確かにそうかもしれないね。家族にもよく言われたもんだよ。頼りない父親だって。家族ですか？あんたらこれからって時にしんみりしてどうすんのよ。そうだったね。じゃあ早速やってみるよ。はい、お願いします。どうですか？ちょっと時間がかかりそうだけど、これだったらなんとかなるかもしれない。焦らないでも大丈夫ですよ。今のところ特に変わったことはな。まだですか？早くしてください。ちょっと待ってくれ。まだ始めたばっかりで。どうしよう。どうするって、なんとかするしかないじゃない。囲まれたら終わりよ。距離を取って戦いなさい。でも、おじさんを守らないと。
こっちも終わりそうだよ。やった、成功だ。深尾さん、あとはこのエレベーターで一気にてっぺんまで行くだけだね。そうね。君たちにはお礼を言わなくちゃいけないね。君たちのおかげでようやく希望が見えたよ。この調子で通信がうまくいけば、きっとすぐに未来機関が助けに来てくれる。そうしたら僕らは助かるんだ。家族にだってまた会えるはずだよ。大丈夫、あともう少しだ。だから一緒に頑張ろう。オバル、気をつけて。あたしに任せて、あんたは引っ込んでなさい。素敵な鉄人機でーす。何もしてやれなくって、もう一度あの子に会えなかったが、心残り。もうここにいても仕方ないわよ。うん、手帳かな。写真が入ってる。この子がおじさんの子供かな。可愛い女の子だね。家族と離れ離れって私と一緒だね。きっと家族が心配だったんだろうな。最後までずっと心配で、せめてこの子は元気でいるといいな。ねえ、オマル。うん、分かってるよ。私は離れ離れのまま終わりたくない。また家族に会いたいもん。だから立ち止まったりしないよ。せっかくおじさんが道を切り開いてくれたんだもんね。行こう、深川さん。未来機関さえ来てくれれば、私たちも他のみんなもきっと助かるはずだよ。ねえ、オマル、ちょっといい？何？
未来機関のことなんだけど。何？エレベーターが止まったみたいね。なんで？どうしてこんなところで？とりあえず扉をこじ開けるわよ。ちゃんたちはどうしてこんなところに逃げてきちゃったの？高いところに行けばボクちんから逃げられると思ったの？だけどね、お姉ちゃんたちがどこで逃げてもダメなんだよ。ボクちんから逃げれば逃げるほど、むしろお姉ちゃんたちはボクちんに近づいているんだ。だって地球は丸いんだもん。やっぱり待ち伏せしてたのね。で、ボクちんみたいなやつに待ち伏せされるのはどんな気分ですかな。ますます気持ち悪くなった？ますますボクちんが嫌いになった？だから言ってるじゃない、とっくに大嫌いだって。それは嘘だよ。本当に意味嫌ってるものを見るときの大人の目はそんなもんじゃないからね。生まれてからずっとその目で見られてきた僕ちにはちゃんとわかるんだよ。さては、あんたが顔を隠してるのはそのトラウマが原因とか？まあどうでもいい話だけど、そこまで言われるとちょっとだけ気になるわね。あんたがどれだけ醜い顔をしてるのか。ダメだよ、それだけは絶対にダメだって。だってボクちんの顔を見たらお姉ちゃんの目ん玉はドロドロに腐っちゃうんだよ。またわけわかんないこと言い出したわね。違う、本当なんだって。本当に腐っちゃうんだってば。だって腐らなかったら何のためにボクちんはこの覆面をかぶせられてたの？こんな息苦しい覆面を毎日ずっとかぶせられてたの？目が腐るからって言われたんだよ。ボクちんはそれくらい醜いんだよ。この地球上の誰よりも醜くて醜いんだ。きっと生まれた時に医者が引っ張りすぎたせいで頭が変な形にねじ曲がっちゃったんだね。そんで毛穴が潰れて髪の毛もまばらになって顔の皮膚も引っ張られて不自然に歪んだんだ。ただれた耳の肉は壁にこびりついたヘドロみたいに汚らしくぶら下がってるありさまで、唇は内側から大きくめくり上がってむき出しになった歯茎は乾いて茶色に変色して、鼻のところには梅干しみたいなシワシワの丸い肉の塊だけがポツンと残ってる。きっとそれくらい醜いんだよ。だからボクちんを人に見せるのが恥ずかしかったんだ。ボクちんが言われた他のことは違う外見ってそういう意味なんだよ。そんな醜い顔のボクちんを見たらみんな目が潰れて失神しちゃうはずだよ。だからボクちんは間違ってないんだよ。絶対に絶対に間違ってないんだ。ちょっと触れただけで取り乱すあたり、やっぱり想像通りみたいね。要はあんたは復讐がしたいんでしょ、自分を苦しめた大人に。え？ああ困ったな、そんな風に誤解されちゃってるんだ。そんなチャチなことじゃなくて、僕らは世界を変えるために頑張ってるのにな。まあ
わからなくてもいいけどね。どうせ僕らの世界に魔物はいらないんだし。結構結構コケコッコ、僕らは僕らだけで子供だけの楽園を作るもん。え、なんでブーイングなの？許せない。どんな理由があっても関係ないよ。大人とか子供とかそんなの関係ない。人を殺してるんだよ。たくさんの人を簡単に。そんなの絶対に許せないよ。それその目だよ。僕ちんが憎くて気持ち悪くて仕方ないって目。お姉ちゃん、やっと僕ちんのことを本気で嫌ってくれたね。でも好き嫌いと善悪を一緒にするのはどうかと思うな。だって僕らは世界に平和をもたらそうとしているんだよ。だから僕らは何にも悪くないんだ。どれだけ嫌われても絶対に悪くないんだよ。何それ、簡単に人を殺してそれでも笑ってられる人が悪くないなんて、そんなことあるわけないよ。え、あれ、みんなどうして敵に声援を送るの？ああ、やっぱり僕ちんは子供たちからも嫌われてたんだね。ほら、やっぱりそうだよ、こんなに嫌われてる。嬉しいな。これだけ嫌われてたらもう好かれようとする努力なんか意味ないから、好きなようにやれるもんね。素敵なオブジェになる前にもう一回だけ言っておくね。いくら嫌われてもいくら憎まれても僕らは絶対に悪くないんだよ。それだけは絶対に確かなんだ。だって純子お姉ちゃんがそう言ってたもん。純子お姉ちゃん、他のことは違う僕ちんを唯一愛してくれた純子お姉ちゃん、僕らにピカピカの希望を与えてくれた純子お姉ちゃん、そんなお姉ちゃんを僕らから奪ってお姉ちゃんだけを悪者にする大人の方こそずっとずっと醜くて汚い汚物じゃないか。ボクちんがデモンズハンティングで優勝したらモノカちゃんは残念がるだろうね。ダメ！ああ、モノカちゃんの汚いものを見る目を浴びながら冷めた粉っぽいココアが飲みたいな。前のやつみたいな弱点が見当たらないわね。とりあえず敵の攻撃。あの爆弾弾き返して当てられないの？そっか、その手があったね。おまる、頭のてっぺんよ。あそこがあいつの弱点よ。壊れろ！連続ボムボムの刑だぞ！やべ！なんで？壊れろ！そんな銃、誰からどうやって手に入れたの？狩られるだけの魔物にふさわしくないよ。必殺無差別。希望の戦士が魔物なんかに負けるはずないんだよ。
ゃんがバラバラになっても僕ちんが素敵なオブジェにしてあげるよ。また仲間割れ？一体どうなってんのよ。自業自得だよ。え？行こう、お母さん。この展望台がてっぺんみたいだね。あとは白熊が渡してくれたこの無線機を使えば。深川さんどうしたの？あのねちょっと考えたんだけど、その未来機関に連絡するのは。分かってる、急いだ方がいいよね。あ、そうじゃなくて。どうしたの、深川さん。何よ、何もできないあんたの代わりにやってあげてるんだから待ってなさいよ。あ、ごめん。はい、いいわよ。もしもし、聞こえてますか？誰か応答してください。聞こえてますか？ねえ、応答してよ。誰か聞こえないの？お願いだから返事してってば。失敗だったみたいね。仕方ないわ、残念だけど一旦諦めて。こちら未来機関。もしもし、聞こえますか？聞こえます、聞こえてますよ。こちらは未来機関第14支部、未来機関第14支部の苗木誠です。お兄ちゃん。困る。
素晴らしい、想定以上の働きだ。よし、決めたぞ。俺はお前と共に戸上家を復興させる。まずは薬指のサイズを教えろ。少しは見られる指にしてやるよ。Thank you.